どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは新宿サブナードの地下駐車場でございます。こちら車止めまして三井の新宿サロン向かいます。提携はしてないんですけども、新宿サブナードの地下駐車場がめちゃくちゃ止めやすいので助かりますね。今回は毎度おなじみ三井の住まい新宿サロンですね、訪問いたしまして、パークシティ高田の馬場のですね案内を受けてきます。建設地周辺レポートに関してはですね、前回の動画ですね取り上げておりますので、今回はサロン訪問いたしまして、そのインプレッションをですね社内で語っていきたいと思います。それではまず新宿サロン訪問したいと思います。行ってきます。はい、見学をしてまいりました。走りながら語っていければと思います。でまずですね、立地、あと建物全体のランドスケープを含めてですね、おさらいという形で語らせていただければと思います。で繰り返しになりますが、建設周辺映したものは別の動画でだいぶ前にアップしておりますので、そちらもご覧いただければ幸いでございます。でまず立地面なんですけども、高田の馬場駅、山手線と東京メトロ東西線が交差する駅ですね。もちろん西武新宿線も忘れたりならないってとこですけども、まあ、高田の馬場は住む方のメイン路線としてはですね、山手線東西線にこうなってくるっていうところですけども、まあ、山手線当然便利ですけども、中側にですねどっかへ乗り換えて入るっていうようなこう駅も少なくないわけですけども、高田馬場は東西線も走ってるので、山手線の中側へもダイレクトこう突き抜けていくというところで、非常に鉄道利便性が高いというところで、まあ、今作はですね駅前の通り、早稲田通りですね、あちらを西方向へ一直線というところで、まず山手線の外側になります。まあここはまあそんなにこだわる方いないかなと思うんですけども、ただ今、内側に住んでる方だとちょっと気になるポイントにはなってくるかもしれないですね。まあ山手線、内側問題、外側問題っていうのは、まあ、付き物ではありますけども、まあ今回は外側物件なので、もう今内側なんで、内側で検討してますっていう方には、こう当然会ってこない物件になってきます。で、外側なんですけども、西方向へもう一直線という形で非常に分かりやすい動線になります。で当然高田の馬場駅となればですね、もうわちゃわちゃのわちゃわちゃのわちゃわちゃというところで、前回の動画でもですねこう寝てる方がいたりとか、まあまあ高田の馬場はそういうところ、それが売りっていうところなので、もう最寄り駅がわちゃわちゃしてるのが嫌な方には当然合わないんですけども、今回はその高田の馬場駅はもちろんわちゃわちゃしてるんですけども、だいぶ西へ進みますので、まあもうちょっと駅近かったらなとか、徒歩5分だったらなとか、そうなりがちな距離感、7分も十分近いんですけども、そうなりがちな距離感であるんですけど、7分歩いただけの価値はあるっていうところになってきます。で、もともとはシズンプラザっていうですね、こうボーリング場とかがあった場所になりまして、大きい土地です。今回はパークシティブランドというところで、まあ、パークシティシリーズとしてはなんか特別広い土地っていうわけではないんですけども、山手線の駅徒歩7分でっていうところで、しかも今回タワー、まあ、タワー等って言われるのもありますけども、こういわゆるタワー形状ではない中で、まあ、いわゆる都心部のパークシティ自体っていうのは珍しいっていうところになってくるので、まあ、そこは非常に希少性があると。で、もう一つポイントになってくるのが、パークシティなんだけども閉鎖型ですと。これは、決してこう、公開空地がいっぱいあるような、マンションがダメだとか、そういうわけではないんですけども、まあ、どうしても、公開空地になってきますと、こう当然第三者も、こう入ってくると。まあタワーマンションなんかでも、
そうですけど、足元当然ゆとりをですね、持たして公開空地にする。で、パークシティだと、こう、第三者も通れるような、こう、通り道にするみたいな感じのが多いですけども、今回は、もうゲーテッドっていう感じになります。なので、パークシティブランドなんだけども、第三者がこう入ってくるような土地がないっていうですね。まあもちろん接道部分のところとか別ですけども、その中側には第三者は入れません。パークシティ、非常にこう、緑が豊かでっていう。でも、そこは第三者も使えますみたいな感じのが多いですけど、そういうわけではないっていうところで、まあその守られた中側っていうのが、まあ今回ストロングポイントになってくると。いうところです。で、その中側っていうところですね、ランドスケープの部分ですけども、今回はまあロの字型配当っていう感じですね。もう全体にこう配当するっていう形になってまして、まあ、早稲田通り側だけは背高い建物建てれますので、それを生かして、まあ、そこをタワー棟として、まあ他は背低めのこう盤上棟という形にしてて、その中側のところですね、そこを植栽豊かなものにして、さらに水物もあるっていうところですね。池がこうあるっていうところで、なので中に入るとパークシティらしさがある。でそれを使えるのは住民だけですっていう、そこが今回非常に売りになってくるところになります。でさらに屋上部分にはですね、庭園設けてます。で、その屋上の共用部が、まあ屋上のほんの一部みたいな感じではなくて、めちゃくちゃ広いと。びっくりするぐらい広いです。で、そこでは、まあテント張って、まあプチキャンプできたりとか、でその一部の区画だけは夜使えますけども、他のところはですね、まあ時間決めて、まあ夜騒がしくなっちゃうとっていうところで、まあおそらく9時、8時、9時とかそんぐらいにするんですかね。まだ計画段階でありますが、そんな遅い時間までは当然入れないようにするものになります。でその屋上庭園っていうのも、まあこれは当然ですけども住民専用と。で今回は駐車場を地下に持ってってますので、機械式駐車場とかのスペースをこう上に持ってく必要がないので、中庭もですね、まあ重工を結構詰め込んでるので、だだ広いっていう方ではないんですけども、まあ棟ごとの離角でも30メートルぐらいありますので、まあ都心部のパークシティ、都心部のマンションとしては中庭も充実で、さらに屋上にもですね共用部を持ってきているという形になります。でも敷地のこの中側セキュリティエリア内が非常に充実をしているっていうところで、今回は全国初っていうところでマンション内に学童保育サービスを入れますと。まあこれは賛否両論はあると思いますね。新宿区別に学童保育へじゃ入れないのかっていうと、そうではないっていうところになってきますので、まあそこをどうかなってっていうところはですね、好み分かれるところではあるんですが、まあ、今回のターゲット層にはこれは刺さりやすいものになっていると。そのターゲット層っていうところはまた総評で語れればと思うんですけども、まあ、マンション内学童保育サービスを導入すると。で、そこで今度管理の部分が少し不安になってくると思うんですけど、ポイントとしては、まあ、当然今回その学童保育サービスは芽こぎ塾をですね、がやるんですけども、そこから、まあ、フィーは入るわけですね、マンションのその管理組合に。でも、それを、ない前提で管理費設定してくれてます。なので、その、芽こぎ塾、芽こぎキッズですかね、が支払う分は、いわゆる予備費になるっていうところです。なので、もし、15年20年経って、まあパークシティ高田馬場がすごくみんな気に入って、なかなか出てく人がいなくて、結構子供たちをもう大きい子ばっかになってきた、もうこれいらないよねってなった時に、まあじゃあ廃止になりました、で廃止になっちゃったから
管理費上げますっていうのがないようにしてくれています。そこは大きいポイントになってきます。で、まあ子供がいらっしゃらない方とか、まあもしくは子供いらっしゃっても、もう子供が成長したからもうそれはそのサービスは使わなくなったっていう方の、まあデメリットがあるとすると、その共用空間の一部をその預かりっていう時に使うので、まあそこでまあ子供たちがいるっていうところが、まあウィークポイントっていう言い方あれですけども、時間帯によってはですね、まあその共用施設の利用が、この保育サービスあることで、学童保育サービスがあることでちょっと縛られる部分が出てくるっていうところになります。で、今回新宿サロンですねがコンセプトルームっていう形になってるので、まあモデルルームっていう感じではないんですけども、まあ模型は置いてありまして、まあ、今回ロの字配筒でサンドイッチ型の塔もあるんですね。なので住戸同士のお見合い、中には向く部屋はまあ30メートルちょい離れてるんですけど、こうお見合いになりますと。で、そのお見合いにはなるんですけども、まあ、中庭の植栽が豊かなので、まあ、逆に低層階だと、まあ、木々も見えると。で、今回、まあ、間取り選びっていうところは結構好みにはなるんですけども、全体的な部分で注意しなくてはいけないのは、結構下がり点があるマンションなので、下がり天井ですね。なので、まあ、そこは間取り図とにらめっこするっていうところで、列によってはワイドスパンだったりとそういうの分かれますので、で、サンドイッチ型で、できる限り、まあ、サービスルーム表記を減らすっていう目的も兼ねて、吹き抜けを作ってくれてます。なので、キッチン部分、もしくは、共用廊下側の主寝室想定の部屋とかにも窓がつく部屋があるっていうところで、まあ、タワー棟以外は外廊下なんですけども、まあ、そのサンドイッチ型の棟はちょっと屋内風廊下みたいな感じになって、吹き抜けもあるので結構気持ちいい外廊下かなと思います。で、もうどうしても内廊下じゃなきゃダメなんですっていう方はタワー棟を買えばいいっていう形になります。タワー棟は内廊下になります。早稲田通り側がガラスなので、まあ明るい内廊下っていう感じになりますかね。非常にいい印象だと思います。なんで、まあそこは内廊下派か外廊下派で、まあどっちも選べる。で、各階ゴミ置き場はちゃんと2箇所ずつあるので、別にタワー棟を買わなきゃうち各階ゴミ置き場がないっていうマンションではないので、まあ各階ゴミ置き場は外廊下内廊下どっち買おうがあるという形になってきます。非常に価格設定がですね、今回坪単価で600ちょっと超えるかなと、まあ条件いい部屋から出すので全体としてはどうかっていうところですけども、まあボリュームゾーンとしては1億2000万ぐらいで、まあ 3LDK が買えるっていうところなんですけども、まあ部屋選びは南向きを優先して狭い部屋になるか、中側の部屋を買ってちょっと広くなるかっていうような同じ値段でですね、見るとそんな感じになってきます。で、タワー棟の上になるとすごい、まあ眺望がもう永久眺望なので、まあ高く設定されると。で、ちょっとこう傾斜地なので、まあ地下住戸っていう扱いまだいかないです。まあでも実質なんかもう下に埋もれてるような部屋はあります。まあただ、リカから撮ってるので真っ暗とかでは全然ないんですけども、ちょっと埋もれてる部屋もあるので、中庭向く部屋だとむしろ2階とかの方がこう緑は直接楽しめるっていう形になってきます。で、今回ですね、もう、総評の部分に行っちゃった方がもう、私も語りやすいですね。ちょっと早いですけど、総評をですね、語らせていただければと思うんですけど、もうメインターゲットが、もう、まあ当然、プロが作ってるマンションなので、その誰にどんな人に買ってもらうかっていうところを、まあ決めて、こう商品を作っていくっていうところになりますけども、もうこれは明らかにパワーカップルです。で、逆に富裕層の方、目が超えた富裕層の方、目が超えすぎた超パワーカップルとかはちょっとハマりにくいかなっていうところです。なので今回もう1億2000っていう数字に非常にこだわってるような価格設定になるように、こう占有面積も調整してるっていうところです。
なので世帯年収でいくと、まあ、2000万前後ですよね。だから一人1000万ぐらい前後ぐらいな感じで、まあ、世帯で2000前後ぐらいのパワーカップルで時間を買いますっていう方に向けたマンションなので、私の視聴者様でも、まあ、富裕層の方だったり、あと、まあ、パワーカップルでももうどっかでマンション持ってても目が肥えちゃってますとか、そういう方は結構厳しいと思いますね。欲しいっていう風になりにくいと思います。逆に一時取得のパワーカップルの方からすると、そんなにこう目が肥えてないと。で、目が肥えてないってのはじゃあどんな部分かっていうと、やっぱり大きい部分だと室内ですね。それは占有面積っていうところもあります。南向きなんかは70平米切りのオンパレードになってますので、なんで70平米切りにしてるかっていうと、1億2000万円ぐらいを多くするためっていうところになってますので、まず占有面積がこう買い替え組からすると、まあ、広い家もあるんですけども、全体のボリュームゾーンで見るとどうしても70平米切ってくる部屋も多いので、まあ、なかなか部屋の広さのステップアップにはなりにくいっていうところと、あと設備仕様ですね。で、仕様の部分でいくと、まあ、20が20天井とかにはもちろんなってますけども、天井高は2450ぐらいが基本で、で、まあ、洋室のウォールドア、リビング横の洋室ウォールドアとかはちゃんとハイタイプですけども、まあ、間取りによっては結構下がり点もあったり、で、差し高も今回1億2000するんですよ。1億2000するんですけども、2000だったりとか、うん、その辺がなかなかこう、目が超えてる方だと厳しく映るんじゃないかなと。ディスポーザーとかはもちろんあるんですけども、じゃあキッチン天板がすごいいい石使ってますとか、洗面いい石使ってますとかはないので、まあ洗面のタッチレスとかは今時ですけども、まあ鍵も普通に、メカニカルキーになりますし、こう最近入りの電子錠とかではないので、そんなに設備仕様には力は入れてないです。なのでパワーカップルの方のために時間を提供すると。で、その時間っていうのは都心部っていう立地はもちろんですけども、そのマンション内でっていうところで、まあ、学童保育を入れます。で、まあ、各界ゴミ置き場とかそういうのを入れたり、あとはまあご近所というサービスを入れたりとか。なので、まあ、世帯2000前後の方がその年収を維持できるような立地サービスを1億2000万円ぐらいで提供しますっていうのが、今回のパークシティ高田の馬場の、まあ、商品っていうメインのですね、ボリュームゾーンの商品っていうところになってきますので、もう目が肥えちゃってます。もなんかすごくスペック高いマンションじゃなきゃ私は納得しませんっていう方は、見に行っても欲しいにはならないと思いますね。でも一時取得の方で時間を買いたいっていう方には、私は逆に見て欲しいですね。別に自分が満足できればいいので、私もいろんなマンションを見すぎてしまってるがゆえに、この単価のマンションでこのスペックはちょっと残念だよねにはなるんですけど、それは私の目が肥えてしまってるからなので、別にそういう人のがもうちょっとスペック高ければいいねって言ってるのなんて気にしなくていいわけなので、そのパワーカップルの方からすれば時間を買いたいと。で、もちろんもっと高いお金を出せばもっとさらにこういい立地で、さらにスペックも高いマンションも買えるけども、じゃあ1億2000を予算にしてる方が1億5000、6000、7000って、もうこれは誤差じゃないんですよね。いけなくはないですよ。ローン的に組める組めないでいけば、組めたとしてもこれは1億2000ぐらいがもう限界ラインっていう考えてる方の多くはうなずいてくださると思うんですけど、1億5000、6000は結構きついよねと。本当は1億に抑えたいんだと。
本当は1億に抑えたら1億超えたくない、でも時間を買うためにじゃあ2000万なら頑張ろうかと、そこがもうアッパーの方からすると多くの方に最適解となる物件だと私は思います。なのでこれは前回の記事動画でも語りましたけども、自分に合ったものをこう選ぶっていうのがこのマンション選びでは当然一番大事になってくるんですけども、もう今回は本当にもうメインターゲットが分かりやすいですね。そのマンションによっては、まあ、メインターゲットっていうのはありつつも、でも幅広いっていうのがあると。じゃあそういうマンションってどんなマンションってなると、まあ同じ会社で行けば、で同じある程度こう近い率で行けば、西新宿のパークタワーなんかがそうでしたよね。あれは本当にメインターゲットっていうのがなんか合ってないようなもの。だからシングルの方、まあ今回シングル住戸もあるんですけども、ただパークタワー西新宿の方がもっとこう、投資家さんとか含めたり、まあシングルディンクスでファミリーの方でもこういろんな価値観の方が、まああそこもスペシャルスペック高いとはなかったものの、まあやっぱり、タワーマンションっていうまたキャラクターは違うので、あっちの方がなんか多様性はあったと思うんですよ。今回も本当になんかグッと絞ってきたなっていう感じですね。もちろんちょっとワンエルがあったり、ちょっと広い部屋も少しあったりするんですけども、今回もう全然2億ぐらいとか、なんだ3億を超える予定の部屋とかもあったりするんですけど、それをプレミアム住戸設定にもしてないので、まあそのぐらいの価格の人は自分でお金払って室内もいじるとは思うんですけども、そういうプレミアム住戸もこうなしっていうところで、もう本当に絞ってますね。時間を買うパワーカップル、世帯年収2000万円前後、予算1億2000万円の方に、はいどうぞ、これが最適解物件ですっていう売り方ですね。その方たちからすれば、多少狭かろうが70平米切ってようが時間が一番欲しいので、でもちろん時間を買うっていうだけじゃなくて、やっぱりいいものは欲しいと。で今回富裕層の方からすると、あと目超えてる人からすると、うーんちょっとここはもっと頑張ってよっていうところが結構あるとは見つかっちゃうと思うんですけども、とはいえいいマンションなので、一時取得の方からすればもう贅沢すぎるぐらいいいマンションで、今回地下駐車場っていうのも、あそのあたり車寄せも上のところにあって、駐輪場も屋内で便利でとか、なので価格面の印象としては、その本体価格としては専用面積で結構調整してるので、まあ、価格はもう今回ウェビナーでバンバン出しちゃってるのでもう世に出てますけども、まあその通りっていうところで、ただあの高い部屋は本当一部しかないので、まあ基本はもう1億2000万円前後ぐらいがオンパレードになってきて、まあ眺望いい部屋だともちろん結構今回眺望台しっかり取ってるのでそこは乗っけてますけども、まあすごい時代にはなってますけども、でもそれでもそんな中でも1億2000ぐらいで都心でパークシティでいいマンションでっていうのを1億2000で提供してくれてるっていうのは、これはパークアップがすれば嬉しいっていうところになってきますよね。なんでパークタワー西新宿みたいにいろんな人に売らなきゃいけないマンションっていうわけでもないので、お得感っていうのはまあ薄いのかなとは思いますね。別に割高だってわけじゃなくて、パークタワー西新宿の時は私も記事動画等々でお伝えしたところですけども、まあ、割安って言ってもこう怒られないんじゃないかなっていうような部屋も結構多かったりしたので、まあ、いわゆる投資家さんとかももうバイクを参戦してもうかなりガーッと売れてきましたけども、今回はこうパークタワー西新宿のように、おもうこんなに売れちゃったのみたいになるような販売スピードというわけではなくて、まあそれなりに時間はかけていくんじゃないかなとは思います。で見学した方もなんか他にもうちょっと探せばあるんじゃないかなと思って一旦検討を、まあ、頭の片隅とかに置いても結果戻ってくる組なんかも多いんじゃないかなっていうところですね。今1億2000ぐらいだと1億5、6000のご予算
あるともっと他の選択肢もあるんですけど、今1億2070ぐらいって結構難しい時代に入ってるんですよね。で、東京湾岸とは当然検討者層がバッティングしてこないので、もう東京湾岸側、まあ、東京イースト側ですね、あっちをじゃあ代替案としてご提案したとて、もうまさしくナンセンスになっちゃいますので、でグランドシティタワー池袋はもう第一期はそもそももう締め切っちゃってますので、まあそのキャラクター違いますけども、なので繰り返しになりますが、今回パークシティ高田の馬場は1億2000万円ぐらいで時間を買いたいパワーカップルの最適解になりやすい物件、逆に富裕層の方、目が超えた海外組のパワーカップル等々にはちょっと物足りないかなっていうような印象を受けました。なので、まあ、タイミング的に今までマンションを買ってこなかった人たち、まあ最近になって子供も生まれて、さあこれからもこう収入を維持していくために便利な場所で、で安心して子育てできる場所で購入をしたいなっていう方は非常に合ってくると思います。なので私みたいな人は、まあ、建物はやっぱかっこいいのでそこはもちろんテンション上がりますけども、全体的に見るとおーすごいっていう感じになりにくいのは、もうこれ目が超えてる方なんですよね、超えてるからなんですよね。僕はうなずいていただけると、あのマンションいろいろ見てる人、パークシティ高田馬場いろいろ物申したいことがあると思うんですけども、でもそれはいろいろ知っちゃってる側の人なので、そこと一時取得の方が、一時取得の方がそういう私みたいなやから組に視線を合わせちゃうと全然最適解の物件買えなくなっちゃうので、もうそこはあんま気にしなくていいと思います。いやー、まあまあもちろん私もマンションマニアとして、せっかくの都心部のパークシティなので設備仕様とかももうすっごくおーっていうものにしてほしかったなとは思うんですけど、そこはちょっとまあ抑えたんだけども、各界ゴミ置き場とか時間を買う方に対してストレスを与えないものはちゃんとつけましたよっていうのが、まあまあもう本当にうまいですね。当たり前ですけど、もうなんか別に上からとかじゃなくて、もう本当にもう本当にもうプロの方が作ってるので、特に今回はですね、ここまでこうグッとメインターゲットをグッと絞ってきてるのって意外そんなにないので、結構もう幅広くみたいな、大規模マンションだと特に多いんですけども、今回は結構規模感があるマンションなんですけど、もうギュッと絞ってますよね、ターゲット、もうこの人たちに売るんだっていうのが、でその人たちにとって最適解となるような商品にはしっかりと仕上げてきてる。だからもうなんか目が超えた人とか、もうそういう人はもういいんです、買っていただかなくてっていうところに、で その人たちに合わせた商品力にしちゃうと今度価格が高くなっちゃうので、なんかそこはうまいなというふうに思いましたし、いいマンションだなっていうふうに感じた次第です。なので管理費なんかも今の時代にしてはですけども結構抑えられてますね。もちろんこれ今の時代にしてはっていうところですけど、そんなにこう高くないものにして、学童保育のは別会のものにしてます。それをあてがわないでの水準なので、ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。記事の方同時公開いたします。動画の概要欄に記事の URL 貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。